その少年はサッカーボールと共に育った。11歳となった少年は引っ越してきた南葛市で運命の出会いを果たす。ブラジルサッカー界のスターロベルト本郷、そしてもう一人、天才サッカー少年ゴールキーパー若林源三。この二人との出会いから少年の本当のサッカー人生が始まった。仲間、そしてライバルとの度重なる激闘、その中で育まれた友情、絆、そして別れ、その全てが少年を強くした。運命の出会いから4年後、数々の試練を乗り越え、少年は今世界へと羽ばたく。少年の名は大空翼、キャプテン翼。もうすぐ試合が始まるね。準備はいいかい？うん、いい目だ。さあ、行こう。ついにこの時がやってきました。第1回ジュニアユースワールドチャレンジアメリカ大会決勝戦、日本対ドイツ。世界一の栄冠を勝ち取るのは一体どちらなのか。両チーム選手が今入場です。全日本が世界に誇るエースストライカー日向小次郎君、スーパーグレートゴールキーパー若林源三君。小学生の頃からライバルとして激闘を繰り広げてきた。そしてこの大会のために急遽組まれた選手育成プログラムから選出されたニューヒーロー。彼らを率いるのは我らがキャプテン大空翼くん。フランス国際ジュニアユース大会の中止、そして新たに開催されることとなったこの大会、予定は随分変更されたが、おかげでより大きな舞台で彼らは活躍できることになった。いよいよだ。翼。対するは若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君率いるドイツジュニアユース軍団。行け翼、我々の大きな夢を乗せ世界の大空に羽ばたけ翼よ。さあ行こうみんな。運命の一戦が今まさにキックオフです。行くぞ。素早くつなぎます。やっ、新田君ゴール前に持ち込んだ。
ドキック、どこまで運べるか。長いパスが通った、激しいタックル。翼くん、センターライトを入れ込む会心のスイート飛び上がっての。やりました、全日本ジュニアユース、ついにドイツから1点を奪いました。やったぞ、みんなこの調子でいくぞ。1点だが、これは大きな1点だ。彼らの、いや日本のサッカー界の新たなる伝説、その大きな一歩だ。翼、ヒューガ、松山、ソーダ、ジト、立花兄弟、ミスギ、数ヶ月前のことなのに、まるで大昔のような。しかしそれでいて昨日のことのように感じる。忘れられないあの激闘。全国中学生サッカー大会、今戦っている彼らが大きく成長したあの大会。よし、 50m ダッシュ15本終わり。しばらく休憩したら紅白戦だ。準備しとけよ。
もっと元気出せ。はい。もうすぐ夏の全国大会だな。今年も優勝すれば史上初の全国3連覇か。そうなったら俺たち入学以来負けなしで卒業だな。ああ、頑張ろうぜ。みんな、お疲れ様。汗かいたでしょ。みんなタオル持ってきたから使って。サンキュー。しかしマネージャー変わったよな。ほんとほんと、小学生の時は応援団長までやってあんなに騒がしかったのに。今じゃすっかりおしとやかになっちゃって。翼くん、はい、タオル。ありがとう。なんだよ、翼のタオルだけ新品じゃんか。え、なんでだよ。なあ、なんでだよ。もういいじゃない。あいて。おい翼。翼、片桐さんが来てるぞ。え、片桐さん。あっちにいるから行ってきなさい。はい。なあ、片桐さんって誰だ。ああ、全日本サッカー協会の人さ。小学生の時から翼の実力に注目していろいろ面倒を見てくれてる人なんだよ。今年の春に翼が高校選抜の合宿に特別参加しただろ。それもあの人が手配してくれたんだ。へえ。こんにちは、片桐さん。元気そうだな、翼。はい。今日はお前のプレイ動画をブラジルのプロサッカーチームに送った件で話があってな。本当ですか？どうなりました？いくつかのチームから返事が来た。お前のプレイに関心を示しているようだ。本当に14歳なのかという問い合わせもあったよ。じゃあ中学を卒業してすぐにブラジルに渡れるんですね。ああ、しかし向こうもプロだ。すぐに契約はしてくれんだろう。おそらく向こうに行きプロテストを受けなければならないだろうな。はい。翼のサッカーの師、ブラジル代表センターフォワード、ロベルト本郷。翼は小学校卒業と同時にロベルトさんとブラジルへ渡るはずだった。しかしロベルトさんは何らかの事情で翼を連れて行かなかった。だが翼は失意をバネに大きく成長し、全国中学生サッカー大会を2連覇した。翼の実力は今や高校生レベルよりはるかに上にある。片桐さん。ああ、すまない、ちょっと考え事をしていた。それじゃあ今日はこれで失礼する。え、もう。私も忙しくてね、これから全国を視察に回らねばならないんだ。まあとにかく今は全国中学生サッカー大会に全力を傾けろ。ブラジルの話はそれからだ。はい。必ず勝てよ翼。もちろんです。俺の目標は全国大会3連覇ですから。
そうだ翼、3年連続、いや小学生の時から通じて4年連続の全国制覇を成し遂げるんだ。そしてブラジルに渡り、サッカーの国でもトップになるんだ。その時、日本のサッカーは変わる。翼、お前がリーダーとなって日本のサッカーを変えるんだ。そして夢はワールドカップ優勝。じゃあまたな。話は終わったみたいだな。うん、よし、じゃあ紅白戦始めようぜ。うん。ふう、ハーフタイム、ハーフタイムっとは。ふん、お前たちの実力、去年と大して変わってないみたいだな。何？お前は、ヒューガ君。てめえ、何しに来やがった？たまたま近くに遠征に来たんでな、挑戦状を叩きつけに来たのさ。挑戦状だ？全国中学生サッカー大会。俺たち東邦学園はお前たち南葛に負けて2年連続で準優勝に泣いてきた。しかし今年は違う。中学ナンバーワンゴールキーパーの若島津はもちろん、他の選手たちの実力も大きくレベルアップした。それに小学生の時の俺のパートナー沢田武史も加わって、東邦学園のチーム力は格段にアップした。そしてサッカーは一番上手い選手のいるチームではなく、チームの総合力が一番強いチームが勝つんだ。今年こそお前ら南葛に勝って東邦学園が優勝をいただくぜ。日向君、俺たちだって負けないよ。今年も優勝するのは南葛さ。そうだぜ、今年もお前たちを準優勝にしてやるからな、覚悟してろよ。けっ、おめでたい奴らだ。もう全国大会に出た気で嫌がる。ほんとほんと、小学生の時同じ南葛 SC にいたものとして恥ずかしいぜ。誰だ？なんだ、浦部たちじゃねえか。久しぶりだな、小学生の時以来じゃねえか。慣れ慣れしくすんじゃねえよ。昔は同じチームだったが、今じゃ敵同士なんだぜ。なんだとてめえ。お前ら南葛中の連勝記録を止めるのは東邦なんかじゃねえ、俺たち大友中だ。何？何を言ってやがる。小学生の時のプレイぶりを見た限りじゃ、お前らで南葛を倒すなんて夢のまた夢だ。いいだろう、俺たちの実力ちょっとだけ見せてやるぜ。似た！行くぜ大空翼。この感じは。翼、そのボール俺たちから守ってみろ。行くぜ。よし、翼がボールを取られた。4人がかりとはいえ翼からボールを。それ来た。はい、行け俺のハヤブサシュート。すげえシュートだ。見たか、これが大友中の実力よ。今年の全国大会出場は俺たちだぜ。いいか翼、その余裕の面が二度とできないように県大会でお前らをぶちのめしてやるからな。そういうことなんで、
県大会の決勝まで負けないようにせいぜい頑張ってくださいよ、翼先輩。ああそうだ、ヒューガさん、先輩たちにいろいろ言ってくれましたけど、そういうことは俺みたいに一度でも日本一になってから言ってください。何？じゃあんたのまな弟子の沢田武氏によろしく伝えておいてください。小学生の全国大会決勝戦の時と同じく、また俺が叩き潰してやるってね。じゃあ学校に帰るぞ。おう！学校に帰るってまさか走って帰るのか？ここから大友中までって往復30キロ近くあるだろう。この程度いつも走ってる距離さ、どうってことねえよ。いつも？じゃあな。そろそろ俺も帰るぜ。集合時間があるんでな。あばよ。浦部たちのスピードは一緒にプレイしていた時とはまるで違っていた。あのスピードはさっき浦部が言っていたような毎日の努力から生まれているんだ。そしてあの新田という選手が蹴ったボール、彼のボールをトラップした時俺の足にしびれが走った。あんなことは小学生の時に日向君と激突した時以来だ。今年の大会は簡単には行きそうにないぞ。翼、そんなに気を落とすなよ。あいつらだって一応南葛 SC で全国優勝した時のメンバーなんだし、4人がかりじゃボールを取られたってしょうがないって。そうだよ翼。みんな、紅白戦後半はチームを変えよう。俺が1、2年生のチームに入る。みんなはもう片方のチームだ。どういうことだよ。いいから始めるぞ。やれよ。くっそ、伝われ。
くそ。それ、これ、や、うん、これ、それ、行け、もらったぞ。行け！はあ！はあ！よし！や！それ！それ！おりゃ！よし！それ！はっ！はっ！それ！よし！はっ！どうだ！バカな！ここだ！うん！行け！それ！ここだ！
森崎、今のくらい若林くんなら胸で取るぞ。一体どうしたんだよ翼。そうだよ、急に本気でやりだして。さっきの浦部たちのこと気にしてるのか。俺たちは、俺は油断してたんだ。油断してないつもりでも勝つことに慣れて、自分たちはいつでも勝てるって思い込んでいたんだけど、さっきのでそれが余裕じゃなくてうぬぼれだって分かった。それに努力してるのは浦部たちだけじゃない。全国にはもっともっとライバルがいる。みんな俺たちを目指して必死に練習しているはずだ。それなのに俺たちがうぬぼれていたら、全国大会3連覇なんて達成できるはずがないんだ。なんでそういうことかよ。じゃあ翼、次は何をする。え、翼の言う通りさ、確かに俺たちうぬぼれてたかもしれねえ。ああ、それを消すには練習するしかないな。何でも言え翼、俺たちはいくらでもついていってやるぜ。そうさ、俺たちは南葛の戦士だぜ。みんな、よし、みんな全国大会3連覇に向けて全力で突っ走るぞ。おう。7月、夏の青空の下、ついに始まります、サッカーどころ静岡の県大会。果たして今年栄光の全国大会代表権を獲得するのはどの中学か。その優勝候補の筆頭に挙げられるのは、なんといっても昨年度代表南葛中でしょう。南葛中キャプテン大空翼くんが入学以来、いまだ負けを知らない南葛中学。そしてこのチームは、実に昨年、一昨年と全国制覇2連覇の偉業も成し遂げているのです。さあ、いよいよ開会式です。優勝旗返還。今、昨年度優勝校南葛中キャプテン大空翼くんが優勝旗を返還します。石崎、あの優勝旗今年は俺たちがもらうからな。何言ってやがる。そういうことは決勝まで勝ち残ってからいいな。よく言うぜ。なら俺たちはお前らより多くの得失点差で決勝まで勝ち残ってやるぜ。ふざけんな、俺たちがお前らに負けるかよ。よし、じゃあ賭けだ。負けたら相手の言うことを何でも聞くっていうのにしようぜ。面白いじゃねえか、受けてやるぜ。決勝まで勝ち残ってこいよ。必ずあんたを倒してみせるからな。
何？なるほど、余裕の笑いってわけか。でも決勝ではその余裕の面を必ず焦りと敗北感で引きつらせてやるからな。見てろよ。こうして始まった静岡県大会。優勝候補筆頭の南葛中は翼を中心に順当に勝ち進んだ。一方の大友中も浦部、中山、岸田、西尾の大友カルテットを中心に守りを固め、フォワードの新田がゴールを量産するサッカーでトーナメントを勝ち上がった。そして決勝戦、いよいよ両者が激突する日が来た。いいかみんな、我々はここまで危なげなく勝ち進んできた。だが今日の相手大友中はちょっと違うぞ。大友中は今大会無失点のチーム。その戦い方はまず守りだ。浦部たち4人と長身ゴールキーパー一条が鉄壁の守りで相手の攻撃を食い止める。そして 100m を11秒台で走る俊足フォワード新田がカウンターで強力なシュートを叩き込む。単純な戦術だが、その守備の硬さ、速攻の速さは間違いなく全国クラスだ。十分に気を引き締めていくんだ。はい。監督、今日は俺をディフェンシブハーフ、ボランチにして新田をマークさせてくれませんか。翼が新田をマーク？俺がいつものように攻撃に重点を置けば、大友中ただ一人の攻め手の新田をフリーにすることになってしまいます。それに新田は闘志むき出しでこの俺に挑戦してきているんです。俺もそれを受けて立ちたいんです。よし、わかった。翼の作戦で行こう。みんな、異議はないな。は、はい、はい、みんな、大会3連覇に向けて今日は絶対に勝つぞ。この1年、俺たちは打倒南葛を目標に頑張ってきた。そして今日ついにその目標を果たす時がやってきたんだ。今の俺たちなら必ず南葛を倒せる。今年こそ南葛を倒して全国大会に出場するんだ。ああ、見てろよ大空翼、勝つのは俺たちだ。さあ、ついにやってきました全国中学生サッカー大会静岡県大会決勝戦。両チームともスターティングメンバーは今大会のベストメンバーを揃えてきました。南葛中の翼くん、大友中の新田くんの両エースは共に同じサッカー少年団南葛 SC 出身。しかも翼くんは3年前の全国少年サッカー大会優勝時のキャプテン。また新田くんも2年前に優勝した時のキャプテンなのです。その上、翼くんと共に戦った選手のほとんどが
南葛中、大友中の3年としてここに戦うことになったのです。いわば因縁の対決でもあるこの試合、果たしてサッカー王国静岡を制するのは常勝南葛か、それとも新鋭大友か。さあ大観衆の見守る中、静岡県大会決勝、今キックオフです。木杉、滝、伊沢、高杉、俺たちが打倒南葛を目指すようになったのはお前たちのせいなんだぜ。全国少年サッカー大会で大会の優秀選手に選ばれたお前たち、けれどどちらかといえば影の存在だった俺たちは何にもなかった。そう、その劣等感が俺たちをここまで育てたんだ。そして翼、俺たちはこの一年打倒南葛、打倒翼にかけてきた。翼のスピードについていけるようになるために、翼のあらゆるフェイントに反応するため1年間猛練習を積んできたんだ。お前ほどのサッカーの才能はないが、努力と練習量だけは負けてないつもりだぜ。みんな、今日勝つのは俺たちだ。行くぞ。さて、ようやっと大空翼に会えるたい。そうですね、やっとですね。俺はこの時を待ってたんだ。来い、新田。ドリブルと見せかけてパス。木杉君、ここは勝負を避けた。滝君、ここはパスに切り替えた。そんなもんだ。かばして振り切った。木杉君、敵陣を切り裂く。かばして振り切った。木杉君、ここは勝負を避けた。チャンスが決まった。奪い返した。はっ、パスを出します。ドリブルでボールを運ぶ。それ、ドリブルと見せかけてパス。長野君、ここは勝負を避けた。
っと奪い返した。キスリフ、ここはパスを出した。サラ、翼、抜けるもんなら抜いてみろ。4人だろうと今度は抜く。すごい、抜ける隙がなかった。ボールも、さすが翼、感づいたか。浦部君、激しいタックル、パスを回す。はっ、やるぞ。決まった。それ、浦部君、ボールダッシュ成功。ドリブルで突破、パス、これは通った。来い翼先輩、俺の力を見せてやる。くらえ。くそ、さすがだぜ翼先輩。あんたの顔面を狙ったシュート、そのまま避けていれば完全にゴールしたのに、それをわずかながらボールに触れ得点を許さなかった。やるな、新田。何？俺は嬉しい。久々に俺を熱くさせる男に巡り会えて。コーナーから蹴ります。誰に合わせてくるか。新田君、クロスに合わせに行く。キーパーからのリスタートです。長いパスが通った。ワンタッチで送る。それ伊沢君、左へ預けます。絶妙なインターネット。早草シュートだ。早草のようなベルドイシュートを放った。森崎君、これはキャッチできない。これは見事にキャッチ。石崎君、ここは勝負を避けた。岸田君、ボールを奪った。いった、ロングカカ。新田君、シュート、チャージが決まった。ここは抜かせません。あとドリブルを見送る。小田君、ここはパスに切り替えた。岩見君、杉君、ここは勝負を避けた。ドリブルと見せかけてパス、もらったぞ。ボールダッシュ成功。ここからロングフィードを送った。あとこの位置でパスカット。ここ、翼君、シュートだ。止めた。見た、翼くん、ここで奪った。このタックルは不発に終わります。ここから打ってきた。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。ワンタッチで送る。このパスは通らない。岸田君、素早く横に持つ。渾身のパスを味方に送る。敵陣へ攻め込みます。高杉君、激しいタックル、かわして振り切った。岸田君、激しいタックル。伊沢、伊沢君、素早くつなぎます。中山君、激しいタックル。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。高杉君、ここは抜かせません。横をすり抜けた。岩見君、ここは勝負を避けた。岸田君、ここはパスに切り替えた。ドリブルと見せかけてパス。タッチ君、ヒットとシュートを放った。このボールに飛びつく。一条君、これはキャッチできない。タッチ君、ここは抜かせません。必殺のシュートでゴールを狙う。一条君、このシュートに反応している。タッチ君、ゴール前に上げた。長野君、クロスに合わせに行く。決した。岸田君、横にかわして突破。岩見君、ここは抜かせません。伊沢君、ここはパスに切り替えた。中山君、激しいタックル。
大友、これは攻守の連携を一段と高めてきました。翼くん、センターラインを越えて攻め込む。浦部くん、ここは抜かせません。チャンスが決まった。ドリブルと見せかけてパス。滝くん、ここは勝負を避けた。川田くん、激しいタックル。それパスを回す。飯田くん、俊足を駆使した突破だ。ここは抜かせません。横をすり抜けた。浦部くん、激しいタックル。翼くん、ここは抜かせません。ここはパスに切り替えた。ドリブルと見せかけてパス。長野くん、ここはパスに切り替えた。岸田くん、ここは好きにさせません。翼くん、力を貯めて強烈なシュート。このボールに組み合って反応。ゴール隅に突き刺す。これが俺たちの力だ。よし、そこだ。うわ、大きくパス。そら、浦部くん、ここはパスを出した。翼くん、スライディングでカット。伊沢くん、ここはパスに切り替えた。岸田くん、スライディングでカット。中尾くん、ここはパスを出した。翼くん、パスを回す。伊沢くん、ここはパスに切り替えた。木杉くん、センターラインを越えて攻め込む。ドリブルでボールを運ぶ。浦部くん、激しいタックル。パス、これは通るか。新田くん、これはうまく受け取った。敵陣へ攻め込みます。任せるか。ボールダッシュ成功。岩見くん、パスを出します。いけ。伊沢くん、ここは勝負を避けた。木杉くん、ここはパスを出した。横をすり抜けた。長山くん、激しいタックル。チャージが決まった。翼くん、ここは勝負を避けた。チャージが決まった。パスを出します。翼くん、ここは抜かせません。ここは勝負を避けた。キスギくん、パスを回す。伊沢くん、ここで前半終了。県大会決勝は前年度チャンピオン南葛中が大友中をリードして折り返しです。よし、みんなご苦労だった。ほら、マネージャーが作ってくれたレモンの輪切りの砂糖と蜂蜜漬けだ。みんないただけ。はい。こりゃありがてえ。さあ、後半もこの調子でいけよう。くそ、リードを許せなんて。俺がもっと頑張れば。焦るな、ニッタ。うちは俺たちが守り、お前が得点する。これしかないんだからな。はい。チームが勝てるかどうかは俺の得点にかかってるけど、今の俺の力じゃ自力で翼先輩を抜くのは無理だ。じゃあどうすればいい？俺のスピードなら一瞬はマークを外せる。そしてパスを受けたら、いや、それじゃ間に合わないんだ。ならばノートラップで行くしかない。でも今の俺にそんなテクニックが。おい、ニッタ、時間だ、行くぞ。あ、はい。とにかくやるしかない、やるしか。さあ、注目の後半戦。はっ、
野くん激しいタックル。ここは勝負を避けた。木杉くん素早く横にかわす。ここから打ってきた。あ、弾きます。吉川くんパスを回す。かわして振り切った。このタックルは不発に終わります。佐藤くん敵陣を切り裂く。素早く横にかわす。パスを出します。これはゴールラインを割ります。南葛ゴールキックで仕切り直します。キサギ西尾くんここで奪った。小田くん激しいタックル。ここはパスに切り替えた。岩見くんここは勝負を避けた。滝くんここでチャンスを潰します。木杉くんここは抜かせません。それシュートに持っていく。それ反応しているぞ。これは見事にキャッチ。西尾くんロングボールを送る。新田くんこのボールをコントロール。ここからチャンスを作れるか。体ごとぶつかっていった。石崎くんここはパスに切り替えた。何伊沢くんここは勝負を避けた。木杉くんここはパスに切り替えた。必殺のシュートでゴールを狙う。一条くんこのシュートに反応している。パントキックどこまで運べるか。伊沢くんワンタッチで送る。岩見くんここは勝負を避けた。ドリブルでボールを運ぶ。ここは好きにさせません。あっ、かわした。このタックルは不発に終わります。ドリブルで突破。高崎くん激しいタックル。ドリブルと見せかけてパス。長野くんここはパスに切り替えた。ここでパスカット。浦部くんここしかない。パスを味方に。俺はやぶさシュートだ。惜しくも枠の外。おいおいお前はそんな高度な技10年早いって。分かってる。俺だってそんなことは100も承知よ。でもこれが南葛に翼に勝つにはこれが必要なんだ。浦部どういうことだ。新田のやつ練習したこともないあんな高度な技を。わからん。でも俺たちはやつにパスを送る。それしかないんだ。浦部ゴールキックから再開です。ロングボールを送る。浦部くんこのパスをカットします。ここから長い距離のパスを打つ。ここしかない。これシュートだ。バッチリ合ったぞ。このシュート新田のこのシュートさっきよりタイミングが合っている。このままではまずいぞ。キーパーからのリスタートです。それ横をすり抜けた。岸田くんボールを奪うことができません。かわして振り切った。それチャージがしまった。はっパスを回す。中尾くんここからチャンスを作れるか。小田くんボール出して成功。滝くんここはパスに切り替えた。翼くん中山くんボールを狙うも届かない。そらかまして振り切った。これはドボールだ。横をすり抜けた。小田くんタックルを決めた。ここは勝負を避けた。ドリブルと見せかけてパス。
田君、タックルを決めた。これは必殺のロングパスだ。今度こそ行け。決まった。キーパー森崎君、そして南葛ディフェンダー、一歩も動けず。できた。やった、ついに完成したぞ。ノートラップランニングボレーはやぶさシュート。あの野郎、とうとうやりやがった。ニッタ、お前というやつはよくやったぞ。ニッタ、ことができません。ここで止めた。翼くん、ここは抜かせません。ドリブルを見せかけてパス、ここは抜かせません。ボールがタッチを割りました。南葛、この位置からのスローイン。はっ、早を出します。チャンスが決まった。翼くん、センターラインを越えて攻め込む。スライディングで止めた。ここから長い距離のパスを狙う。このパスをカットします。何、新田くん、ハイスピードでかわす。さらに奪い返した。石崎くん、ここはパスに切り替えた。翼くん、ここは勝負を避けた。岸見くん、パスを回す。ワンタッチで送る。岩見くん、ここは勝負を避けた。木杉くん、横にかわして突破。あっと、奪い返した。新田くん、一気に抜き去る。大友、これはコースの連携を一段と高めてきました。敵陣へ攻め込み、あっと、奪い返した。中尾くん、このスライディングが決まった。小田くん、タックルを決めた。ドリブルと見せかけてパス。長野くん、素早くつなぎます。大きくクリア。滝くん、ダイレクトでパス。長野くん、横にかわしてパス。次々にかわしていく。長野くん、ゴールを狙う。横をすり抜けた。ドリブルで突破。いけ、決まった。それドリブルと見せかけてパス。それ長野くん、センターラインを越えて攻め込む。よし、あっと、奪い返した。いけ、おれ、チャージが決まった。ドリブルと見せかけてパス。杉くん、ここはパスに切り替えた。いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って走ります。浦部君、このスライディングが決まった。それ、いけ。翼君、ボールを狙うも届かない。そら、ドリブルで突破。新田君、ここからチャンスを作るか。鋭いドリブルで抜き去る。俊足を駆使した突破だ。よし、はやぶさ、はやぶさ、シュート。そこだ。ゴールは奪わせません。ここで後半終了の笛。前後半60分の戦い、両校全く譲らず。全国中学生サッカー大会静岡県大会決勝戦、優勝校の決定は PK 戦にもつれ込みました。PK じゃなくて堂々と勝ちたかったぜ。そんなことを言ってる場合じゃない。この PK を取って必ず全国大会に行くぞ。こんなところで終わってたまるか。くそ、勝ちきれなかった。いいんだ、ニッタ、 PK まで持ってこれたんだ、上出来さ。いいか、みんな、この PK 戦
必ずものにするぞ。全国大会に行くのは俺たち大友中だ。責任重大な一番手として登場です。力、責任重大な一番手として登場です。ブッター新田君、俺は大空翼を超える男だ。ここは確実に決めてプレッシャーをかけたいところ。これくらい決めて当然さ。ここを冷静に決めて追いつくことができるか。これはどうだ。これをなんとか抑えた。ここを決めればさらにリードを広げられます。シュートを決めてどうだ。やってやったぜ。ペナルティースポットに向かってゆっくりと歩を進めます。いけ。どうだ。鮮やかにゴールを決めます。よし、やったぜ。ここを決めればさらにリードを広げられます。ここだ。ここだ。伊沢君、鮮やかにゴールを決めました。ここで決めなければ敗北が確定してしまいます。これはどうか。狙いすましたシュートで見たか。5番手の大役を担いペナルティースポットへと向かいます。このシュートに反応している。見たか。シュートでゴールを。白熱の決勝戦、ついに決着。全国中学生サッカー大会静岡県大会優勝は3年連続南葛中学に決定しました。大友中、王者南葛を追い詰めましたが、あと一歩、あと一歩及びませんでした。よし、次は全国制覇だ。すまなかったな、新田。俺たちの責任だ。いえ、先輩たちのせいじゃありませんよ。やっぱりこの試合、俺は大空翼に負けたんです。でもこの試合で俺は決めたぜ。これからは俺の目標は翼先輩、あんたに追いつき追い越すことだ。南葛は強い。ここまで見に来た甲斐があったの。はい。しかしその南葛を倒すのは
このわしら隊。はい。そう、今の翼に必要なのは君のような存在だ。お、あんたは誰だい。私は全日本サッカー協会の片桐というものだ。君たちは今年の全国大会、長崎県代表平戸中学の慈瞳博士君と佐野充君だね。そうか、わしらのこともチェック済みか。小学生時代は翼にもライバルがいたが、この2年で翼の実力は彼らをはるかに置き去りにしてしまった。だが今日、翼は荒削りながら未知の力を秘めた新田という男に出会った。それを一番喜んでいるのは翼自身だろう。翼がより成長するためには新田のような新たなライバルが必要なんだ。そういう意味では慈瞳君、君にも期待しているよ。あんたのお望み通り、軟骨中の V3、 わしらが阻んでやるたい。石崎、浦部、負けたぜ。やっぱり軟骨は強かった。約束通り何でも言うこと聞いてやるぜ。何なりと命令しろよ。いいよ浦部、あれはなかったことにしようぜ。そうはいくかよ、男同士の約束じゃねえか。よし、じゃあ全国大会に行く俺たちを応援してくれ。え、本当にそれだけでいいのか。ああ。よし、こうなりゃ目いっぱい応援してやるぜ。その代わり負けんじゃねえぞ、俺たち静岡の代表なんだからな。おう翼、俺たちも頑張ってはみたんだが、やっぱりお前にはかなわなかったぜ。全国大会でも優勝しろよ翼。負けたら承知しねえぜ翼先輩。みんな、うん、絶対優勝するよ。ではこれから優勝した南葛のキャプテンの大空翼くんに話を聞いてみましょう。翼くん、優勝おめでとう。ありがとうございます。これから全国大会に挑むわけですが、今一番対戦してみたい選手はいますか。対戦してみたい選手ですか。今一番戦ってみたい選手は三崎太郎くんです。三崎太郎くん。三崎くんというと、小学生時代翼くんのパートナーとしてコンビを組んでいた、あの。はい、そうです。一説によると、全日本少年サッカー大会以来全くサッカー界に姿を見せていないため、あの決勝で痛めた足の怪我で再起不能になったんではないかという噂もありますが。いや、あの三崎くんに限ってそんなことはありません。きっとどこかでサッカーを続けているはずです。きっと。大空翼、久しぶりに見たが、また成長しているな。三上さん、ドイツでの研修お疲れ様でした。ああ、片桐君、久しぶりだね。ドイツ留学中の若林君はどうでしたか。相変わらず頑張っているよ。ハイレベルなプロ選手の中で揉まれながら、メキメキと力をつけている。もうわしのコーチがなくとも大丈夫だろう。そうですか。となると、あとは翼の永遠のパートナー三崎太郎だな。しかし彼は小学校以来まるで消息がつかめていない。三崎のお父さんは画家で、小学校の時は転校を繰り返していたと聞く。彼がサッカーをやめるはずはない。しかし彼ほどの選手が話題にならないはずもない。となると、あるいは。はい、もしもし。なんだって。
南葛が全国大会行きを決めた翌日、日本各地でも続々と代表校が決まっていった。チームのほとんどの選手が小学生以来同じチームでプレーしていることから生まれる抜群のチームワークと連携を持ち味とし、キャプテンの松山を中心に素早い攻撃と粘りの守備を展開する全員サッカーのチーム、北海道代表富良野中。誰にも真似のできない特殊なコンビプレイ、ゴールポストをも利用した空中アクロバットサッカーを得意とし、チームの得点の 90% を叩き出す双子の中心選手立花兄弟を擁する秋田県代表花輪中。全国屈指のゴールキーパー中西を擁し、3年連続全国大会出場を目指した浪速中を激闘の末に破った大阪の新鋭東一中。そして東京では、さあ東京都大会決勝もいよいよ後半戦終盤に差し掛かろうかというところ。前半に中学ナンバーワンストライカーの呼び声高い全国大会2年連続得点王の東邦学園日向君がハットトリックを達成。対する武蔵中、小学生全国大会で活躍しながらも過去2年間持病の心臓病治療のためにサッカーを封印してきた天才プレーヤー三杉淳君が途中出場しフィールドに復帰。1試合に30分という制限時間はあるものの、ブランクを感じさせない見事な活躍。今大会無失点だった中学生ナンバーワンゴールキーパーの若島津君から一人で2点を奪いました。そしてここでついに両チームのエースが激突だ。勝つのは俺だ。俺はもう翼に負けたくないんだ。負けるか。僕は2年間厳しいリハビリに耐えてこの3年目にかけてきたんだ。全国大会にも行けず翼くんにも会えず、こんなところで消えてたまるか。抜け。止め。何。おっと、どうした三杉くん、急に倒れ込んだ。そして日向くんの足元からボールがこぼれた。三杉くん、そのこぼれ球を倒れ込みながらパス、なんという執念。行くぞみんな。これは三杉さんが作ったチャンス。命がけで作ったチャンスだ。必ず得点に結びつけるんだ。三杉くんの執念が乗り移ったかのような武蔵中フォワードの素早いパス回し、東邦のディフェンスを翻弄する。ここだ、任せだぞ、ほんな。一ノ瀬くんからのラストパス、これは決定的な形。本間くんと若島津くん1対1だ。若島津くん懸命に飛び出す。もらった。お前らに3点目はやらん。これは止めました。若島津くん、武蔵の執念の攻撃を若島津くんのゴールを守る執念が上回った。そんな、三杉さん、僕は大丈夫だ。みんな、得点は。すみません。そうか。三杉くん、ここでついに交代です。そして、あっと、ここで試合終了。武蔵中、
まさに命がけの三杉くんのプレーも東邦学園についに及ばず、東邦学園3年連続全国大会出場を決定。2年連続決勝で敗れた南葛中に今年こそ借りを返しに行きます。小次郎、ずいぶん優しくなったもんだな。どなたですか？ここは選手か関係者以外は。キラ監督。え？キャプテンや俺、タケシも小学生の時の監督だ。小次郎、さっきお前は倒れた見過ぎに恩情をかけたな。え？だが昔のお前はそんな男ではなかった。一度グラウンドに出たら勝つために優しさを捨て厳しさだけを持って試合に臨んでいた。昔のお前ならあの時見過ぎの心臓を蹴破ってでもゴールを目指したはずだ。父親を事故で亡くし、家計を助けるために働きながら厳しい練習をしていたお前、そんな逆境にありながら必死にサッカーに頑張るお前をチームのみんなは慕いついていっていた。だが東邦学園に入りサッカーだけに打ち込めるようになると、あの頃のハングリー精神を失い、小学生の時のような燃える闘志の炎が消えてしまった。今のお前は牙の抜け落ちた檻の中の虎よ。そのままではたけしや若島津、他のチームメイトもお前についていかなくなり、ついには成長を続ける大空翼にも手が届かなくなるぞ。わしは今沖縄でサッカースクールを開いている。これ以上大空翼に負けたくないのならいつでも訪ねてこい。牙の抜けた虎、消えた闘志。キャプテン優雅さん。